こんばんは。予告もなくね、この放送が始まっております。予告もなしというからには、私自身もこれ予告というかね、予想してない放送ですんで、もう髪がバサッとなってますね。さあ、どんな放送が始まるかと言いますとですね、今日は我々の祖先がどれだけ偉大だったかということについてお話しようかと思います。で、その前にですね、私も情報発信者でございます。スピーカーなわけですよ。で、表現者です。で、今あらゆる情報発信のこうね、情報発信パーソナル、プロジェクト、あとパーソナルジャーナリストとでも言いましょうか、個人的なジャーナリストですね。こういう方がいっぱい、Facebook またメルマガとかね、ブログを通じていらっしゃいます。情報を発信する側としては、人の矢面に立ってですね、で、自分の責任でもって一つのポジションをはっきりするということですので、当然ですね、多くの方から評価も受けますが、その数倍の石を投げられます。で、石を投げられれば当たらないこともあるんですけども、当たってしまってですね、傷ついたり骨を折ったりするわけですよ。これ実際に傷つくわけではないですけども、心の中の骨を折るっていう表現なんですよね。当然そういうことを避けてですね、そういうことを避けて、人の石垣の後ろに行ってですね、で、群衆の中に紛れて自分は情報発信をしないという手もあります。もちろんそういうこともできますし、いまだに大半の方がそれです。で、我々がですね、発信をするときには必ずですね、傷つくんですよ。しかもとんでもないですね、他人からではなくて、今まで、同志と思っていた身内がですね、妬んだりとか批判したりとか邪魔をしたりとか、まさにね、石を投げてくる状態です。弓を引く人もいるかもしれません。その中で情報発信を続けること、延々とやっていくことっていうのは非常にですね、苦痛を伴うことであると思うんですよ。笠谷さん、お疲れ様です。その苦痛っていうのは、継続して情報発信をするその難しさというものもあります。で、ネタを収集するその困難さもありますし、表現の方法に悩むコピーライティングとか、プロデュース、マーケティングってものもね、たくさん知っておかなければならないので、まさに情報発信をし続けることですら大変なんで、9割の方がここで挫折していきます。そして残った1割の中のさらに9割が何で挫折するかと言いますと、情報発信をしたがゆえに、したという理由だけでですね、情報を視聴している人にわざわざ石を投げられて9割の方が退場してくるんですよ。関さん、お疲れ様です。ここまでを整理しますと、情報発信をしようとする人は全体の1割にも満たないんですよ。本当にいろんなね、今情報ツールがありますけども、見てるだけっていう人が大半です。きちんと発信する人っていうのはその中の1割もいないんですよ。で、1割、せっかく情報発信をしようと思った1割の中の実に9割以上がですね、続かないってことによって退場していきます。まあ、私なんて3年間以上、4年間毎日こういう放送してますよね。記事も書いてます。 Facebook の記事は1万記事超えました。お疲れ様です。で、私が書いてるからすごいだろうってことはないんですよ。そのぐらい続けるってことも大変なんですよ。プラスですね、続けてる人のうちのせっかく生き残った100分の1の中の9割以上の方、これまた挫折していくのが、身内からの批判、他人からの批判というものに、まあ、要するにですね、情報発信することを恐れてやらなくなってしまうんですよ。そこで今度は何が起こるかというと、情報発信をしていたのにやめた人っていうのは今度批判する側に回ります。足を引っ張り合う側に回るわけですよ。足を引っ張られるだけ引っ張られて、自分は人の足を引っ張らずにですね、むしろ人の応援ばっかりする人っていうのは、だから限られてくる1000分の1の可能性です。さあ、その中でですね、その1000分の1に生き残ったその方、そんな貴重な方が、私はですね、ここからが本題なんですけども、ぜひね、こういうことをですね、思い出してほしいなと思うんですよ。我々の先祖の話です。祖先の話です。もう先祖というか、もっともっと深い、古いですね。石器時代の我々の お父さん、お母さんのことを思い出してもらいたいんですよ。特にお父さんのことを思い出してもらいたいんですよね。石器時代ですね、私はもう当然その時代にはいませんし、写真や動画もありません。ただ、こんなもんだったんだろうなと想像するだけですけども、ほとんどですね、シーノキも批判された。未だにされてるよ。で、我々の祖先っていうのはですね、石器時代に生まれて、命がけで生きていたわけですよ。そこにはですね、仲間からの批判どころではない、とてつもない障害がありました。それは、まさに、食べること、生きること、家族を守ることなんですよ。具体的に言うとですね、我々の祖先っていうのは石器時代に、食べ物を取ろうと思ったら、
あの巨大なマンモスにですね、立ち向かっていかなければならなかったんですよ。そこで食べ物、マンモスを打ち倒して、マンモスの肉を食べなければ、自分も飢えるし、自分の家族も死んでいったんですよ。実際そういった方多かったでしょ。マンモスを、マンモスに戦いを挑むですね。うん。タライオール職人、そう、もっと昔。マンモスに立ち向かっていく勇気がない人は飢え死んだんですよ。それがだから情報発信に継続性を持たせられなかった方は飢え死んだっていう今の状態と被るわけですよ。じゃあマンモスに立ち向かっていくぞってせっかく勇気を出して飛び出していった村人たち男衆の中でですね、例えば10人とかが束になってマンモスを倒しに行くんですよ。でもそのうちの3人とか5人っていうのはマンモスに踏み潰されて死ぬんですよね。あの体を踏み潰されて上下、上半身下半身が分かれてしまって、そんなむごたらしい死を遂げながらもわずかに生き残った男たちはマンモスを最後まで諦めずに打ち倒して、小野田さん出版おめでとうございます。なぜか私の方に不在者通知が届いてるんですけども、まだ本が手元に届いてません。楽しみにしてます。で話を続きます。もう村の衆がですね、家族を食わすため自分が食うため命がけでマンモスに立ち向かっていって10人がかりでマンモスに立ち向かっていくんですよ。でもそのうちの3割5割っていう男たちは自分の戦ってる目の前でマンモスに踏み潰されて、マンモスも本気ですからね、殺されるわけですから、もう戦ってる最中に踏み潰されて死んでいきました。でもその死を乗り越えて悲しむ暇もなく生き残った男っていうのはそのはい、ちょっとコメント後でね、いい話をしてるんで、そのマンモスにね踏み潰されていく仲間たちを尻目に少しでも可能性のある生き残っていこうとする男たちは傷つきながらもマンモスを打ち倒して殺してマンモスの肉を持って帰るわけですよ。持って帰りながら生き残った男の中には半身不随になった方もいるでしょうし、手足を失った方もいるでしょう。でも傷だらけで家族の元に帰りました。そして家族にマンモスの肉を食べさせてですね、ああ今日も命を守ったなと、やりきったなというふうにして一日一日命がけで生き残ってきたわけですよね。まさに毎日死者が出る、食べるために死者が出る、そういう戦いをしていって生き残ったその末裔が我々ですよ。我々はマンモスに立ち向かっていってですね、食べるために傷ついたら死ぬことはありません。情報発信をする中でそれは心を苛まれるような言葉を浴びせられることもあるでしょう。でも死にません。死なないんですよね。死なないんですよ。死なない上に情報発信を邪魔する扉っていうのはどこにもないんですよね。アカウントがロックされない限りありません。ですからここでね、肝心なことは我々は生きるために、勝利するためにこの情報発信という道を選んだはずなんですよ。ではですね、我々は人を攻撃する情報発信をしてないわけですね。人を築き上げる、励ます、応援する情報発信、生活の糧になるような、そして未知のものに取り組むべき知恵を与えるために情報発信というのをしてます。自分なりの責任感とか義務感があってやってると思います。ただですね、その情報発信を見て足を引っ張りたい、攻撃をしたい、妬む、そして、命がけで戦う人間をもう何だろう、石を投げてです、傷つける人っていうのがやっぱ一定数いるんですよ。悲しいことにそれが身内だったり兄弟だったり友人と思ってた人だったりするわけですよ。さあここで我々は歩みを止めてですね、マンモスに踏み潰されて死んでいくあの今日現代にたどり着けなかったですね、あの死者とか怪我人の中に埋もれていくんでしょうか。マンモスに立ち向かうことすらできずに戦うことを最初から放棄して飢え死ぬようなね、そんな情報発信者に甘んじるんでしょうか。当然違いますよね。無傷で成功はできないわけですよ。無傷で成功するほど我々は特殊な人間、天才ではないです。むしろ傷ついてですね、腕の一本ぐらいくれてやるつもりで、で情報発信をしていくものが生き残るわけですよね。そのぐらいの覚悟があるかってことなんですよ。さあここでですね、小野里さんっていうね素晴らしい方にコメントいただいたんで、小野里さんをちょっと引き合いに出していいかどうか分かんないんですけどもそうだね、来ないでくださいって言ったわけですよね賢い、シャットダウンするんですよね。じゃあここからね、ちょっと熱々と語ったんでちょっと柔らかくいきますよ。あの土屋塾っていうのがあって、そのね土屋博士、さんっていうのがね、私がネットビジネスを一番最初に学ばせてもらった方ですで土屋さんに同じような質問がね結構来るんですよ。ネットでちょっと発信したら叩かれるんですみたいなね。
そんな、まあ僕はね、そんなことを相談しないですけども、叩かれてなんぼやと思ってるんでね、むしろ叩かれたことに気づいてないですからね。で、土屋さんがその質問を何人もの方で受け止めてあるね、うんうんって聞いてるわけですよ。結論言いますって土屋さんが言います。土屋博士で検索してみてくださいと。むっちゃ叩かれてもう十数年や、みたいなね。そんなこと言いますよね。まあ我々もですね、情報発信をする以上、叩かれることを受け入れなければならないってことなんですよ。悲しい思いもするでしょうしね、打ち倒される覚悟もいるんですよ。我々はプロになろうとしてるわけですから、プロボクサーに思いを発してください。プロボクサーになるために何発殴られるってことなんですよ。チャンピオンになるまでに1万発殴られるわけですよ。それでも死なずに生き残っている、勝ち続けるからチャンピオンなわけですよね。情報発信の世界でも一緒ですよ。情報発信のプロになるまでに何発殴られるってことはないですよね。どんだけ足引っ張られるってことはないですよ。で、グロッキーして入院することもあります。でも入院して恐怖に奮い立ってですね、立ち向かっていかなければならない。さあ、ここでまとめに入ります。女性も見てると思うんですけども、あえてですね、こう言います。世の中には2種類の男がいます。一つは叩きのめされ、罵倒され、潰れている人間。もう一つはですね、叩きのめされ、罵倒されて、奮い立っていく人間。何クソと、さらにエネルギーが出る人間になります。私の放送を見てる方とか、私の発言に興味がある方は、後者であってほしいと思います。倒れていく人間、私はですね、振り返りもしません。どんどん倒れてください。もうそれでしょうがないです。力量なんで、生きていけなかったってことなんですよ。でもできればですね、私と一緒に時間を共にする方、1秒でも一緒に触れ合った方は、倒れずに奮い立ってほしいなと思います。その先に私はいます。今日もね、放送をご覧いただきましてありがとうございました。また会いましょう。